格言文は、台湾の台南市出身のプロ野球選手。宇藤左打楽天モンキーズ所属。2008年にシンシナティレッツと契約し、ルーキー級、ガルフコーストリーグレッツで25試合に出場。打率、281、15打点だった。2009年は、A 級サラソタレッツで開幕を迎え、1試合に出場したが、 サンダスウムアンダに終わり、5月26日に A 級デートンドラゴンズへ降格。A 級では8試合に出場したが、打率174の成績で、6月17日にルーキー級ビリングスマスタングスへ降格。その後は、ルーキー級と A 級の昇降格を繰り返し、ルーキー級では49試合の出場で、打率265だったが、 A 級では15試合の出場で打率231と結果を残せなかった。2010年3月29日に放出された。11月に開催された杭州アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。2014年7月19日2010年12月の CBBL ドラフト1巡目でラニューベアーズから指名され契約。 2011年は1年目から2塁の定位置を確保し、109試合に出場。打率301、5本塁打、55打点、1盗塁で、2塁の守備率は965を記録し、ゴールデングラブ賞を受賞した。2012年は112試合の出場で、打率299、15本塁打、72打点、4盗塁だった。 9月に開催された第3回ワールドベースボールクラシック予選のチャイニーズ台北代表に選出された。11月のキューバ代表との国際親善試合であるサンダーシリーズのチャイニーズ台北代表にも選出された。2013年3月に開催された第3回 WBC 本戦のチャイニーズ台北代表に選出された。同大会では5試合に出場。 主に9番、2塁として起用され、打率、286だった。シーズンでは87試合の出場で、打率、276、3本塁打、32打点と、自己最低の成績に終わった。2014年は94試合に出場し、打率29、297,8本塁打、49打減、4盗塁だった。 オフの9月に開催された新川アジア競技大会のチャイニーズ台北代表に選出された。2015年7月5日の中心兄弟戦で c b b l 記録の31試合連続安打を塗り替える32試合連続安打を記録した。7月8日の統一ライオンズ戦では33試合連続安打を記録し、当時広島東洋カープ所属の高橋義彦が記録した。 アジア記録に並んだ。この年は109試合に出場し、打率297、9本類七71打点、14盗塁だった。9月30日に第1回 WBSC プレミア12のチャイニーズ台北代表に選出された。2016年は2月1日に右肘骨曲手術と左膝半月軟骨デブリードマン手術を行ったため、 一軍合流がシーズンの後半となり、前年と比べ出場試合数が半分ほど減った。11月5日には左関節下の教師化手術を行った。2017年は5月26日の中心兄弟戦の守備中に左肩を負傷した。2018年は4月3日の統一ライオンズ戦で本類にヘッドスライディングをした際、ノブシゲワと交錯し、 左手の小指を脱臼した。そして同月5日に登録を抹消となった。2019年はシーズンフルで一軍に帯同し4年ぶりに100試合以上に出場した。オフには 2019WBSC プレミア12のチャイニーズ台北代表に選出された。2020年は6月6日のトミクにガーディアンズ戦で2回裏にヘンリー捜査から c p b l 史上25人目となる通算戦安打を放った。しかしその後は上半期打率257と調子がなかなか上がらず7月15日に登録抹消をした。最終的には規定打席到達者の中で最も低い打率268を残した。2021年からキャプテンに就任した。ありがとうございます。